フランソワ・ロロネーのイラスト。1684年出版のザ・ヒストリオブ・ザ・ブーカニアーズ・オブ・アメリカより、フランソワ・ロロネーは、1660年代に活躍したカリブ海の海賊。本名は、ジャンダ・ビード・ノー。ロロネーは、出身地のフランス西部のレ・サーブルイコール・ドロンに、由来する、オローヌ社というほどの意味の通りなである。資料によっては、ロロノア、ロロノア、ロロナ、 また英語風にフランシス・ロロノアと表記する場合もある。最下層の貧民の家に生まれたロロネーは1650年代にカリブ海西インド諸島に年季奉公人として送られた。やがて年季から解放され晴れて自由の身になると様々な島を渡り歩き、いつしかカリブ沿岸のスペイン植民地を荒らして回る海賊団に加わった。 メキシコのカンペチェの近くで彼の参加していた海賊船が難破した際追い打ちをかけるようにスペイン軍の攻撃に遭う。ほとんどの乗組員は殺されたが、ドロネーは他人の血を自分自身に塗り死体の間に紛れ込んで生き残ったという。スペイン人が出発した後、彼は一部の奴隷の助けを借りてトルトゥーヶ島へと逃れた。カットラスを使うのを好んだ彼は、 その武芸と度胸で、いつしか海賊団の首領にのし上がった。彼と手下たちは、ある町を人質にとって、身の白金を、スペインの統治者に要求した。ハバナの総督は、ロロネーの人味を撃退するため軍艦を送ったが、ロロネーは逆にその艦を制圧し、一人を除き、上院を皆殺しにした。そして生き残った一人に、伝言をハバナに届けさせた。その伝言で、 ドロ,ロネーは今後スペイン人にはいかなる容赦もしないと宣言した。1666年、ドロ,ロネーはマラカイボを制圧するために8隻の艦隊と600から700人の手下と共にトルトゥーガ島を出港した。途中で多量の銀貨を積んだスペインの輸送船に出会い襲撃して積み荷を奪った後再びマラカイボへ向かった。港への入り口は 大砲のある砦に守られていたため、海賊軍は防備の薄い陸図体に接近して、砦に攻め込み、守備隊は激戦の末に玉砕した。海賊団は市街を占領し、即座に退却できるように町の城壁を破壊してから、略奪を始めた。陥落の際に、多くの住民が資産を隠して逃げたため、海賊たちは、裕そうなものを捕まえると、財産の所在を明かすまで拷問し、 何日間も町のあちこちから悲鳴が聞こえた。彼らは2週間にわたってマラカイボの町を集奪し、銀貨2万枚をはじめ多くの略奪品を船に積み込んでマラカイボを引き上げた。ロロネーの最後その後、同じようにジブラルタルの町を襲撃したロロネー一味は五百人のスペイン中東軍を全滅させ町を制圧した。海賊たちは市中で多くの貨幣。 宝石、金銀、絹、捕虜の身の白金をぶんどり、ジブラルタルの町は壊滅した。このマカライボとジブラルタル襲撃で名を挙げた、ロロネーは、スペイン人から、ロロネーに出くわすほどなら、死んだ方がましと恐れられた。ロロネーは、非常に残忍で冷酷であり、捕虜にした敵は一人も生かさず全員を殺し、住民には虐殺、拷問、強姦など残虐行為の限りを尽くした。 スペイン人を憎悪するあまり、自ら捕虜のスペイン兵の胸を切り裂き、心臓を引き出して食べたという。しかし、彼も、彼の部下も、トルトゥーガ島では、気前よく金をばらまく人気者だった。1668年、ロロネーの一団は、ニカラグア沿岸のプエルトカベロという港町を襲撃したが、守備隊に撃退された。その基礎で、彼の船は、 パナマ沿岸の浅瀬で座礁し、食料を探しに内陸に入った、ロロネーは、人食いの風習のある原住民に捕まり、生きたまま、手足を切り取られて、火炙りにされ、生涯を終えた。ありがとうございます。